ジョン・アレン・キャンベルジョン・アレン・キャンベルは、アメリカ合衆国の軍人、政治家。初代ワイオミング準州知事及び初代、アメリカ合衆国、第三国務次官法を務めた。1835年10月8日、キャンベルは、オハイオ州セーレムにおいて誕生した。キャンベルは、公立学校で教育を受け、印刷業を学んだ。共和党の党員となった。 南北戦争開戦後の1861年、キャンベルは、将尉としてアメリカ合衆国陸軍に志願した。キャンベルは、年代帰偏者として勤務した後、1861年10月31日に、オハイオ州第一主願兵負氷隊の注意に任せられた。キャンベルは1862年10月27日に、少佐に昇進し、 死願兵部隊の軍務局長補佐となった。キャンベルは年1 8 6五年一月三十一日に中佐に昇進し、1 8 6五年三月十三日に死願兵部隊の順将に名誉昇進した。キャンベルは1 8 6五年八月三十一日まで軍務局長補佐を務めた。キャンベルは南北戦争においてリッチマウンテンの戦い、シャイロウの戦い、 ペリービルの戦い、ストーンズリバーの戦い、レカサの戦い、そして第二次、フランクリンの戦いに参加した。1866年9月1日、キャンベルは、クリーブランドの日韓紙、リーダーで、編集補佐となった。1867年10月、キャンベルは、将尉として合衆国陸軍正規軍の、第五機兵隊に参加した。その後中尉尉少佐、 仲裁へと名誉昇進した。キャンベルは1868年に陸軍長官、ジョン・マカリスター・スコフィールドの補佐役となった。1869年4月15日、キャンベルはワイオミング準州の初代知事に選任され、合衆国陸軍を離れた。キャンベルは1873年に再選し、1875年3月1日まで準州知事を6年間務めた。 1875年2月24日、キャンベルはアメリカ合衆国第三国務次官補に任ぜられた。キャンベルは1877年11月30日に第三国務次官補を退任した。そして1880年7月14日、キャンベルはワシントン DC において死去した。キャンベルの遺体はアーリントン国立墓地第一地区に埋葬された。 h t t p p o l i t i c a l g r a V E y a r d c o m ッシュ c a m p b e l l c o d h t m l r v p r e j o s j i c h a t h t t p c o l o n s l a s h s o s w y s t a t e y a s i n f o r m a t r g o v h t m h t t p c o l o n s l a s h w w w s t a t e g o v w w w s l a a s h b o u t s t a t e h i s t o r y a f f i c e r s tassec.html.http://www.arlingtoncemetery.net スラッシュ jacampbl.htm ありがとうございます。